ちは、東京ベジライフの夏希です。今日はとてもスペシャルなゲストさんに夜ご飯をご馳走することになりました。そろそろ到着する頃かなと思うんですけれども、こんにちは。ということで今日は仙人さんに来ていただきました。仙人です。どうも皆さんこんばんは。仙人です。本業は美容師をしてまして、で去年ミニマリスト YouTuber として動画を上げ始めて、でその後もともとやりたかったのは美容だったんですね。なんで一日一食とかファスティングとか、あとはまあローフードとか、あとはまあフルーツライクな生活っていうのをちょっと皆さんに怪しくお届けできればなと思って YouTube をやっております。ちょっと怪しげな方です。そうなんです、怪しい人です。で仙人さんと私の出会いは結構ランダム、なんかすごい出会いなんですよね。いや、すごかった。奇跡のような。そう、奇跡の出会いですね。私の、義理のお姉さんが仙人さんのところで髪を染めてらっしゃって、もうでも3年とか。そうです、3年、そうですね。もうすぐ4年とか経つと思います。そう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 、ずっとされていて、それで、話をしてたら、なんか、いや、私のスタイリストさんもなんかビーガンで、しかもフルーツしか食べてなくて YouTuber らしいよみたいな話をしていて、で、まさか仙人さんですかみたいな感じで、はい、お姉さんにつなげていただきました。今日はそんな、仙人さんにいろいろ仙人的なお話とか、はい、私のお悩み相談とかしていきたいなと思います。全然できないんですよ。料理全然できないんですか？あ、じゃあ料理を諦めたわけじゃないんですね。そうなんです。素晴らしい。ちょっとミニマリスト料理ノンアルカボスソーダで、はい、乾杯。乾杯。あ、生カボス。うん。あ、美味しい。シンプルでいいですよね。今日は、はい、今日の動画じゃなくてその前の動画で、はい、コラボ動画を撮影しに行って、その時に胃腸に優しいご飯をご馳走になりますって、なんかこう間接的にリクエストがあったんでなるべくちょっとこう胃腸に優しそうな感じで、なるべく生のものとかを中心にと思って、すいません、おります。そんなつもりはなかったです、はい、なんか変な怪しい話なんですけど、うん、自分で作った味噌とか甘酒だと、うんうんうん、世界で一番自分に合う酵素が出来上がるらしいんですよ。そうなんだ。自分の皮膚とかで、あ、でもあるかも。なんかいわゆる周波数的なものとかがやっぱ自分で作ることによって、はい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 、オーダーメイドのができるらしくて、あ、いや、あると思う。週2回から3回ですね、うんうん、はい、大体1日おきぐらいにビーガンレストランで晩ご飯を食べてて、うんうんうん、他はもうほとんどフルーツですね。でサラダできて、はい、でスープも、あー、美味しそう。で、であとはちょっと、はい、さっと炒めを、はい、しちゃおうか。そう、なんか私もファスティングとかすごい興味はね、あるんですけど、興味はあるし、コールドプレスのファスティングとかは前やったことあって、コールドプレスメーカーもあるんですよ、うちに。そう、だから結構やってたんですけど、はい、なんかやっぱりね、すごいなんか食べられないって思うと、うん、お腹が空くっていうよりも、なんかこう気持ちの面で、なるほど、なんかうつうつしてそう、それでなかなか、なんかこうファスティングに踏み切れないところがあって、なんかどういうふうに、ただ定期的に、はい、うん、やりたいなと思ってるんですけど、なんかおすすめのなんか初心者向けのなんか入りやすいファスティングとかありますか？よく言うのが、うん、何年か前から本でも流行ってるんですけど、うん、朝ごはんだけ抜く、あ、プチ断食とか言いますよね。っていうのはやっぱり楽で好転反応も出ないのと、あとはその多分3食食べてる方がほとんどだと思うんですけど、うんうん、朝ごはん抜いた方がやっぱいいとは言われてるんですよね。意外と科学的に証明されてて、うんうんうん、
でも私なんかすごい仙人さんに影響を受けて、はい、朝ごはん最近フルーツにしてます。ああ、本当ですか。ありがとうございます。そう、生のフルーツだけにして、でお昼と夜もどっちかはなんかサラダ中心に、うんうん、するようにはしてます。もう完璧だと思う。いやいやいや。やっぱり中途半端に食べるファスティングが一番しんどいんですよ、うん、なんか少しでも噛むものがあると、あ、噛みたいってなるんですよ。なるほどね、はい、うんうんうん、なので思い切ってやっちゃうのがいいのと、うんうんうん、やっぱりその食べられないんだっていうネガティブな反応をやると、やっぱネガティブな体の反応が起きるって言われてるんですよね、うん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 、やっぱ悪いものが出てきてしまうので、あー、なるほどね、頭痛と吐き気とか、ね、うん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 、でもそれよりも明るい未来をファスティングすることによって、うん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 、まあいろんな効果があるんですけど、うん、まあ本当かどうかわかんないですけど、うん、まあ、癌が治るまで言われてるので、そういったメリットを考えた上で想像しながら体にいいことしてるんだっていうポジティブなマインドで取り組めばいいってことですね。そうです、はい、なんで肌がきれいになる、うん、痩せる、うんうんうん、内臓脂肪が減る、全身の疲れが取れる。うんうんうん、うん、あと怒りが収まる。ああの本当に3日目以降、うん、偏頭痛がある人とか普段からはもうびっくりするぐらいクリアな視界だったり、うん、嗅覚とか聴覚とかが、五感が研ぎ澄まされるとすごいんですけど、うん、夏休みに森林浴に行ったみたいな気分になるんですよ。なんか空気がきれいみたいな、そんな感覚になるんですよ。そこまで行くと、うん、もう仙人、もう仙人です。仙人レベル。そこまで行っちゃうと、あの何日でも続けられちゃうって言って、初めて断食して、うんうん、3日断食してすごい体が楽だから、うん、そのまま20日間やっちゃった人とかもいるんですって。へー、はい、そうなんだ。そうなんです、まあ、そこまではおすすめしないですけど。うーん、ビーガンレストランに行くときは、はい、好きなものとかあるんですか？好きな場所とか好きなメニューとか、ついつい食べちゃう。いつも同じとこに行くわけじゃないんですよね。そうです。あ、でも僕ビーガンになってもう少しで3年ぐらいなんですけど、うん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 、最初の2年ぐらいは本当に東京のいろんなビーガンレストランに通っていて、でどこが好きかなとか思って、で今はもうほとんど同じお店しか行かなくなっちゃって。あ、そうなんだ。そうなんです。あの駒沢大学にあるコリっていう CORI っていう、知らない、うん、もともとあのフードカーで、はい、いろんなイベントとかに出てる方で、駒沢大学の西口から徒歩3分ぐらい、結構分かりづらいところにあるんですよ。豆腐を照り焼きにしてるんですよ、でそれでハンバーガーがあるんですけど、豆腐じゃんって思うんですけど、うんうん、めっちゃうまいんですよ。僕割とそれが好きなのと、そこはご夫婦でやられてて、うんうんうん、あの結構メニューが変わるんですよ、うん、レギュラーメニューがあるんですけど、うん、季節のメニューが出るんで飽きないっていう。へー。あとは私お酒好きなので、うんうん、結構種類がいっぱいあって。あー、お酒も飲める。そうなんです。ちょっと居酒屋みたいな感じですか？ちょっとバーっぽいようなイメージ。あとは珍しくカウンターがあるんですよね。おー、あ、一人でも。あ、そうです。僕基本的に一人で行くので、そこはすごいお気に入りポイント。へー。あとはまあ渋谷恵比寿六本木にあるパラペルブラザーズっていう、あ、はいはいはい、あのひよこ豆のコロッケが、うんうん、あの、ね、僕はあのサラダに乗っかってるサラダボールが好きなんですけど、それでもあれなんか量少なくない？まあそうですね、私結構食べるんで、なんかパラペルブラザーズに限らずに、うんうん、なんかパラフェル系はピターサンドとか、確かになんか足りない。基本的に足りない、なんか2個くらい食べられそうだなって思っちゃうんですけど、うんうんうん、僕もパラフェルブラザーズだとプラスで、あそこスイーツがすごい美味しいんですよ。なのでビーガンですもんね、ビーガンスイーツもね。ビーガンローなのかな、うんうん、でもグルテンフリースイーツで、でそこを食べて、うんうんうん、あとはセンター北に横浜線と、あと銀座にある、うん、あのナチュラルハーモニーっていう自然栽培をやってる、うん、はいはい、なんか通信販売、自然栽培の野菜とかを定期販売してる会社があるんですけど、うん、そこがやってるレストランが、うん、あのあって、うん、
そこが味で言うと1位。あ、そうなんだ。僕的にはその3つを ローテーションしてる感じですね。そうですね。じゃあディナーが完成したので食べますか。いただきます。はい、盛り付けます。ありがとうございます。いただきます。じゃあお取りしましょうか。はい、いいんですか。 ありがとうございます。お取りします。これは何と何と何のサラダになるんでしょうか。アボガドとカシューナッツとブロッコリーとビタミン G にカイワレとその自家製ザワークラウト。発酵食品なので、すごいお腹にいい善玉菌増やしてくれるのと、あとアボガドも実はすごい食物繊維が多いらしいんです。なのでいいと思います。胃腸にはこっちのソテーも、ベジタリアンに不足しがちな鉄分たっぷりの、なるほど、ほうれん草と、あとキノコもね、食物繊維たっぷりですからね。そう、なんか前、1日に食べたものみたいな動画をアップしたんですよ。そしたらなんかコメントで、食物繊維を過剰に摂りすぎたみたいなコメントが来て、食物繊維って過剰に摂れるんだと思ったんですけど。そうそう、あ、っていうかお箸が出てない。お箸も何もなかった。なんか結構ミニマリストじゃないですか。あ、そうですね、割と冷蔵庫も捨てたし、炊飯器も電子レンジもない。そうですね。どの時点から、あ、もうミニマリストだみたいな感じになったんですか、ね、あ、僕はそれこそ本当3年ぐらい前に実家にその時は住んでいて、もう本当にベッドを置いて、テレビも実家だけど自分の部屋にテレビを置いて、タンスはもうパンパン で服で、でもう脱いだ服とかその辺にポイってしちゃうんで、もう床見えないみたいな。でその時すごく太っていた。いただきます。その時すごく太っていたので、ポテチの殻とかがもうベッドの下に落ちてるような汚いお部屋に住んでて、でお客さんと部屋の話をしてた時に、まあ、汚い、あ、もう美容師だったんですよ。そうです、そうです。部屋綺麗っすみたいな嘘をついてたんですよね。何しろこれ。 でその時に、いや僕部屋にあんまり物とかないんでみたいな格好つけて言ってた時に、お客さんからミニマリストなんですねって言われたんですよ。でミニマリストみたいな。でそれで帰りに電車でミニマリストって調べたら、何にもない部屋に机と椅子だけで本を読んでる佐々木文夫さんっていうミニマリストのなんか元祖みたいな男性がいるんですけど、その人の取調室っていうテーマの部屋が出てきて、あ、これはかっこいいと思ったんですよね。なんかもう衝撃が僕の中に走って、これを見てかっこいいと思ったんですね。そうなんだ、からちょっとその時点でおかしいんです。でそれでもう1週間でそこからもう本に捨て方とか全部書いてあったので、その通りってほとんど業者に買い取ってもらったんですけど、でそれで何にもない部屋、生まれて初めて綺麗な自分の部屋、でその後1ヶ月後ぐらいにやっぱ引っ越すって言って、なんと段ボール箱3つで引っ越して、で一応あっちでは最初は冷蔵庫とか買ったんですけど、この間ちょっとお話しした時に、物を減らしていくと、もうどんどん楽になるんですよねみたいな話をしてたじゃないですか。原点にどんどん戻っていくみたいな、本当に必要なものしかないみたいな、なんかそういうのがやっぱりすごい私も楽だなと思ってるんで、ただ私の場合やっぱりすごいお料理とかするんで、キッチンのものとかお皿とかそういうものはそれなりの量があったり、あとまあそうですね、キッチンのものかな、一番多いのは、
やっぱりでも心の潤いを与えるものってすごく重要だと思っていて、僕も頑なにゲームを買わなかったんですね。ゲーム好きだったんですけど、で仕事を頑張って、である程度ミニマリストだとあまりお金も使わないので、お金もある程度あるのに、物を増やしたくないからゲームを買わないみたいなのであって、もうよくわかんなくなってて、こんなに頑張ってるのに誰も褒めてくれないしみたいので、一人で晩ご飯食べに行って帰りで泣いてたりとかしてたんですよ。だからもう心が冷めきっちゃってたんですよね。でやっぱりそういうのを考えて、でゲームとか買って、やっぱ僕かなり今ハッピーな感じになって、まあ、ゲームでハッピーになるからだいぶ楽な人生なんですけど。いやでもそういうなんか自分に必要なものって人それぞれ違うから、仙人さんの場合はそういうゲームだったけど、はい、私の場合は調理器具かもしれないし、まあある人にとっては、なんだろうな、健康器具、運動のそういう室内のサイクリングみたいなものかもしれないし、はい、まあ服の人もいますしね。そうですね。だから本の人もいるし、ある意味所ジョージもミニマリストなんじゃないかなと、なんかもう好きなものだけを世田谷ベースに集めて、逆に欲しくないものは持ってないんじゃないかなっていう、確かに。やっぱりミニマリストって、その、僕も割と極限のような生活をして思ったんですけど、僕の場合はその物の管理がやっぱりもともとできないかったんで、整理整頓みたいな、そうですそうです、それができるラインがあそこだったんですよね。で所ジョージさんみたいな感じだったら、あれだけ物を持ってても多分好きなものだから管理ができてる、確かに。だからあの人の場合はやっぱ容量がいいというか、その人によって多分ミニマリストっていう、点っていうのが違うと思うので、だからその自分の考えを邪魔されないとか、生活にストレスがないところっていうのが多分一番ちょうどいいところなので、僕ももう何も物がないもの、何も物がないものっていう、どんどん突き詰めていった結果、あ、そこじゃないんだなっていうのはすごく感じましたね。だからよくその仙人さんみたいに捨てられないんですけどみたいなこと言われるんですけど、そこに幸せは待っていないぞとだけは伝えておきたいですね。最近お悩み相談、ライブやってるじゃないですか。一番多いお悩みって何ですか？僕もあの、まあ、あの仙人美容っていう、あのやつをやっていて、洗わないとか1日1食とか、いろいろやってるんですけど、そのお湯シャンがやっぱスタートとしてすごいいいんですよね。その、いらないんじゃないって感じやすいものなんですよね。確かに。でそれを、試してみてくださいっていうので、お湯シャンを最初にお勧めしてて、でやっぱりお湯シャンの質問はすごく多いのと、ただなんか質問を聞いてて思ったのが、何のことに対してでも、まだ何もしてない人からの質問しか来ないんですよ。なるほどね。やってみてこうでした、どうしたらいいですかじゃなくて、これが不安です、どうしたらいいですかだと、やっぱ答える限界があるんですよね。なので確かにね、試してみて、それこそトライアンドエラーじゃないですけど、失敗しないと成功もしないので、まずはやってみるっていうところをお願いしたいっていう質問がやっぱ一番多い。やっぱり捨ててみないと不便かどうかは分からない。確かにね。やめてみないとそれが本当に自分に合ってるかどうか分からない。なんか肌断食の動画とかを上げた時に、私は別に肌断食を進めているわけじゃなくて、私にとって肌断食はこうでしたっていう、体験談をなんかシェアしているだけなんですけど、なんかちゃんと肌断食のそのリスクとかもなんか伝えなきゃいけないし、本当になんかサイエンスな科学的な根拠があることなんですか、これはみたい な結構そういうコメントとかもあって、なんだろうな、なんかその肌断食に限らないんですけど、YouTube のコメントの中には、結構その何でもとりあえず聞いちゃう人が多いというか、それなんですか、それなんですか、みたいな、いやなんか Google に入れてみたらすぐ分かるよ、みたいな、なんかそういうの自分で調べた上で、じゃあ、あなたの
意見が知りたいですとか、うん、あなたはどう思うんですか、これについてみたいな、うんうん、そういうのだったらいいんですけど、まあ、ビーガンに関してもそうだし、なんかイメージとか、うん、先入観とか、うん、もっとひどいのは何もない状態何も調べてないし何も知らないしみたいなところから、うん、ボーンみたいな。だからやっぱり思うのは、そういう僕も一応組織で働いていて、うん、ずっと、ね、うんうんうん、ヘッドスパとかのメニューを考えるときに、うん、やっぱ考える人っていうそのポジションなんですよね、うん、なんで僕が考えるから他の人は調べない、うん、っていうのがやっぱ出来上がっちゃうんですよね。僕は調べるのが好きなので、うんうん、なるほどね。でもそうすると他の人は本当にもう調べなくどんどんなってっちゃうんですよ。だから僕が来れば答えが出るみたいな状態なん で、うんうんうん、で最終的には知ってるでしょみたいなテンションで来るんですよね。だからやっぱそれはあまり良くないなっていうのと、うん、多分その調べるっていうことをしだすと楽しくもなると思うんですよね、うんうんうん、自分でできるっていうので、なんか僕がすごくビーガンになったりとかいろいろなものを調べて気づいたことが、正解も不正解もどっちの理論でも出ちゃう。 A が正しいっていう本があれば A は正しくないっていう本があって、うん、で B が正しいっていう本があれば B が正しくないっていう本があって、うんうんうん、全ての分野にそれがあるっていうのがすごく本とかを読んでて思ったんですよね。ローフードはいい体にローフードが危険だっていう本と、うんうん、あの加熱はいい加熱は良くないっていう本が全部あるんですよね、うんうんうん、だから、うんうん、あ正解ってないんだなっていう、うん、のが、いや、本当そうだと思います。だからもう自分が体感してそれを表現する、でそれが僕たちがまあ死ぬ時にやっと答えが出るものだと思うので、うん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 、あとはもう本当にその人が幸せかどうか、そうですね、うん、7割がメンタルで決まるらしいのでいやだから、うん、幸せかどうかってすごい重要で、うん、そのビーガンでいるっていうと、うん、なんだろう、すごい我慢してるねみたいな思われるじゃないですか。でも私的には何も我慢してなくて、むしろすごい幸せなんですよ。なんだろう、なんかビーガンになる前は、まあ、ビーガンになる理由ってそもそもいろいろあるじゃないですか、はい、で私は別になんかこの理由でっていうのはないんですけど、はい、でも例えばその動物の命のためっていうのだったら、うんと、ビーガンになる前はうすうすと気づいていたけど、でもまあなんか考えないようにしていたっていうか、なんかちょっと罪悪感あったけど考えないようにしてたっていうところが、もうそういうのが全くなくて超楽。あと環境もそうですね、環境のこともそうだし、でこれあんまりなんかビーガンになる人の理由の一つには入ってこないんですけど、はい、私的にはビーガンになった方が野菜だけ食べてた方がこう味覚がすごい深まると思うんですよね。確かにそれは思います。なんか私がよく言うのは、お肉の味は強いけど、うん、野菜の味は濃い、うん、あーは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 ー、うん、確かにそう。ただお肉とかをたくさん食べてると、うんうん、その深い味って分かんなくなっちゃうんですよ、うんうんうん、強さにかき消されてるから。そうだから日本の食卓とか家庭料理とか見てもほとんどお肉が入ってる、うん、必ずお肉かお魚が。そうですね、野菜料理って書いてあるのにお肉が入ってる確かにそう、野菜炒めなのに豚肉が入ってる、野菜鍋ベーコン入ってるとか、レシピでバリバリで豚肉のしゃぶしゃぶみたいな。そう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 、だからそういう状況だとその野菜の味とか本当分かんなくなっちゃうと思うんですよね。そうだから私はビーガンになってからそういう、うん、もっと味覚が研ぎ澄まされた気がするし、優しい味が分かるように、うん、そうですね、なったかな。だからそれがすごい、うん、幸せだと思ってるから全然我慢してると思ってないし、ただなんかそれが我慢だと感じちゃう人にとっては幸せじゃないから、そうです、ね、ビーガンならない方がいいと思うし、うん、私はだからみんなに、いや皆さんビーガンになりましょうって全然思ってないし、はい、なりたい人がなればいいし、そうですね、はい、ただなりたくてなった人に対してはリスペクトを持ってほしい、うん、
男の子、まあ、女の子、まあ、どちらでも分かる人は分かると思うんですけど、やっぱヒーローになりたいって子供の頃からなんとなくあると思うんですよね、うん、セーラームーンだったりとか、うん、若い人だったらそのお邪魔状、あ、違うか、プリキュアとか、うん、で僕とかだとアベンジャーズとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、食事、こういう食事をすることでその世界を救えるかもしれないとか、うん、何かを助けることができるかもしれないって、うん、分かんないんですよね、本当にどっちが助けられるのかは本当未来に行かないと分からないんですけど、うん、それができる食生活とかライフスタイルを選べるのは僕の中ではやっぱかっこよくて素敵だなと思ったんですよ、うん、確かにお肉をやめるっていうのは僕の中ではかなりストレスでした、最初は、うんうんうん、僕はどちらかというと動物愛護ではなくて焼き鳥が一番大好きだったんですよ、うん、私も大好きでした、うん、焼肉も大好きだったし、うん、だったんで最初は正直もう皆さんがおっしゃる通り無理もしてたし、うんうん、ストレスも溜まってました、うんうん、で忘年会とかで大体焼肉屋なんですよ、うん、でそこで僕野菜しか食べないで、うん、周りからもやいやいやいや言われるので、うん、ストレスだなと思ってたんですけど、2年ぐらい経った時からでもさっきの話じゃないんですけど、うん、多分野菜の味が分かるようになったんだと思うんですよ、味覚が研ぎ澄まされてきたのか、うん、今までそんな野菜を駅前とかにサラダ屋ができると、うん、ふざけんな松屋作れとか思ってたんですよ、うん、牛丼を出せ牛丼をとか今サラダ屋を求めるんですよね、うんうん、サラダ食べたい、美味しいサラダ食べたい、うんうん、確かに確かにっていうのを考えると今のさっきのその強いと濃いの話じゃないですけど、舌が変わってきて、うん、逆に脂っこいものとかを食べた時にうんってなったんですよ、うん、あの揚げすぎたフライドポテトとか、うん、やっぱお肉とかってああいう味がすると思うんですね、うんうんうん、あの唐揚げとかもそれがダメになるんですよね、うんうんうん、でこういう野菜料理の方が嬉しいんですよ、うん、ステーキドンって出されるよりかも、うんうん、こういう美味しい野菜料理の方が美味しいと思うで、うんうん、必然的にお金払うんだったらこういう料理がいいなって思うようになりましたね、はい、ビーガンになるとこれも食べられない、あれも食べられない、うん、これも食べられないって思うんですけど、でも実はそのお肉の種類なんて限られてるし、うん、卵なんて1種類しかないし、うん、まあ、基本的にはうずらの卵とかあるけど、うん、とりあえずなんか1種類しかないし、うん、牛乳もね、うん、まあ、ヤギのミルクとかあるけど、うん、とりあえずまあ1種類ぐらいしかなくて、でも野菜の種類とか、まあ、野菜だけじゃなくて、うん、その穀物だったり、うん、ナッツ、チーズ、うん、まあ、根菜とか、なんかすごい種類あるじゃないですか、うん、で多分私たちが一度も見たことも食べたこともない野菜、うん、 そうですね、はい、そのアマゾンにしかないフルーツとか確かに確かに超いっぱいあるはずだし、ね、全然制限されてる感じはないですよね、はい、うん、むしろそのお肉っていうものがなくなったことによって、うん、あ、じゃあこれも食べてみようかな、これも食べてみようかなってい う、はい、こう選択肢がすごい、そうです、ね、うん、広まった気がします。ほら、僕はビーガンになる前にリンゴにこんなに種類があるって知らなかったですね。確かにね、うんうん、すごい種類があるんですよ、リンゴって。で、全部本当に味がちゃんと違くて、うんうん、ほら僕もフルーツだけばっかり食べてるんで、うん、コメントでフルーツばっかり食べたんですけど飽きますっていうコメントが来たんですよ、うん、でも本当に多分それはもしかしたらその舌がまだ感じ取り分けられないのかもしれないんだなっていうのを話してて今感じましたね。だからビーガンもね、そんなに悪くないですよ、皆さん。なんていう話、なんかハマると広がるというものがあるかもしれないですね。そう、だからあんまりなんか先入観を持たずに、はい、興味があればね、やってみればいいと思います。なんかビーガンになるっていうか、ビーガンを試してみるみたいな感覚で、うん、まずやってみるのがいいかもしれないですね。で、千人さんも美容師じゃないですか。あ、そうですね。美容師さんって割となんかいろいろ勧めるじゃないですか、はい、シャンプーとか。それがシャンプーはしない方がいいですよみたいな感じのことをおっしゃってるんで、はい、それは周りからお前はダメな美容師だみたいな、はい、そういうのはないんですか、業界の中でなんとかとか。なんかもうあの僕の動画を見ていただいてる方は分かるかもしれないですけど、うん、もう大抵の環境で僕は変わり者という扱いを受けてるんですよなので、うん、あいつが入ったらしょうがないみたいなのが一応あって、ただその僕もすごいジレンマというか、
もともとすごいシャンプーが好きでものすごい調べてたんですね。シャンプーがどういう効果がいいかっていうポジティブなところから調べてたので、あの僕がたどり着いてしまったシャンプーの怖さみたいなっていうものはその時は出てこなかったんですよね。やっぱりメーカーがこういう成分が入ってると髪にどういういい効果が出ますっていうのを見てたので、でそれでその裏目のところが出てきた時に、そのシャンプーあれだけ好きで、僕も今までシャンプー多分結構な本数売ってきてるんですよね、で僕が好きなシャンプーとかこれが完璧なプランだっていうのもいっぱいあったんです、でその時うわどうしようかなと思って、最初はその代替えのもの、他で売れるものとかを探してたんですけど、やっぱそんなのあんまりうまくいかないんですよね。結果として洗わないことが僕の中では一番いい効果をもたらすと思ってるので、でもやっぱり根本的に美容師っていうのはその人の髪をきれいにすることっていうのが最大の目的じゃないですか。でそれを知ってしまった上でシャンプーをおすすめするとか代用品をおすすめするっていうのは言ってしまえばもう詐欺になっちゃうんですよ、僕の中からすると。確かにね。だからシャンプーを売ることが、シャンプーをすることが確かに美容師の仕事なんですけど、そのはるか上に目的が髪をきれいにしなくてはいけない。で生涯そのおばあちゃんとかになっても薄毛とか抜け毛、白髪に困らないところを探しに行くためにはそこが一番だなって思う。そこの最終目的地を忘れなければ大丈夫なんじゃないかなと思ってます。どんな職業でも、まあ、業界の固定概念だったりとか、暗黙のルールだったりとか、まあ、暗黙じゃないルールとか、いろいろね、常識とかね、あると思うんですけど、でも、やっぱ最終的には自分が信じたことを貫いていくべき。そうですね。うん。貫いたら追い出されるんじゃないかとか、締め出されるんじゃないかとか、いろいろそういうのもあると思うんですけど、意外とやってみるとあの受け入れられたというか、まああの人はもうしょうがないからね、そういう結果もあるし、ただやってみないとね、わからないんで、まあいやらしい話をすると、僕はそのいろいろもう捨てて、もう吹っ切れようと思った時の方が、変な話、収入は上がりました。やっぱ囚われてた時の方が生活は苦しかったですね。でその吹っ切れてこうやって YouTube で発言するようになると、まあ今日のこのコラボもそうですけど、あの仲間が増えていくんですよね、不思議なことに。確かに。だからそういう人たちに出会えるっていうのはやっぱりお金とか何よりもすごく嬉しいことというか、なんか人生の喜びみたいなところなのかなっていうのは感じますね。やっぱビーガンになったりミニマリストになって、そういう同じ感覚の人たちに出会えるっていうのは、何事も恐れずに、はい、やってみる、進んでいくことが重要ですね。ぜひぜひ興味があることは試してみると、意外と自分に合ってるかもしれない。まあ年初ということで、そうですね、はい、そう、なんか皆さんも何か怖いなと思っていることだったり、まあ、はい、すごい小さいことでもいいんですよ。さっき、はい、あの仙人さんに実はヨガをちょっと、あの教えさせていただいたんですけど、はい、ヘッドスタンドもねちょっとやったりとか、はい、だからそういうのもこう怖いと思ってて絶対無理と思っていることでもやってみたら、あ、なんかまあそんなもんかみたいな、はい、うん、そういうことがいっぱいあると思うので、はい、なんか小さいところからちょっとこう、はい、やってみて、その恐怖心とか、固定概念を変えるっていうエクササイズを小さいところからしてみて、ね、はい、だんだんこう何か変化のある年にしてみてはいかがでしょうか。2020年オリンピックイヤー令和にもなりましたし、はい、あ、令和2年なんですか。令和2年ですね、そんなこんなで本日はとてもスペシャルなゲスト、いやいやいや、そんな仙人さんにお越しいただいていろいろためになるお話をしていただきました。はい、あ、でヘッドスパ、私もあのつい先月体験させていただいたんですけど、はい、もう本当に超気持ちよくて、よかったです。本当になんか気持ちよすぎてあんまり意識が多い、そう、まあ寝ちゃったんですけど、はい、うん、そう、でもすごい気持ちよかったのは覚えてます。はい、また行かせていただきたい。ありがとうございます、ぜひお待ちしております。はい、それでは皆さん
See you next time! See you next time!